こんにちは。舞踏会への案内所へようこそ。ウィーンの舞踏会に毎年参加している黒沼彦が日本とオーストリアの架け橋としていろいろな文化をご紹介しています。おはようございます。おはようございます。道永さん、今日はどうしちゃったんですか？なんかそういう気分になるよね。雨なんだけど。そう、もうね、ちょっと梅雨の始まりの始まりですか、そろそろ。そんな感じですじゃないですかね。今年の夏はお尻があった方がでも少しいいよね。暑かったからしばらく。そうですか。いやそうだね。雨はね、そうそうそう、髪ペタッとなっちゃうし。なんか絆創膏貼っちゃうとかね。絆創膏おしゃれ。今日 YouTube 見てくださっている方はですね、はい、私あえて言いますが、この見目麗しい自分で言う言う、ね、どうぞ。顔に、ね、絆創膏を十字で貼ってるのってもう。嫌になっちゃうんですけど、ね、そういう時もあるよ。でもそうですか、一生のうちあるある。そんな真紀子も素敵。あ、本当大好き。道のお届けする情報は素敵だもの。いや、これね、どうでもいい話なんですけど、ちょっと皮膚のね検査をするので、うん、5ミリくり抜いたんですよ。すごい、ね、麻酔して。そんなこともあるんだね。そう、ちゃんと手術台みたいな感じになって、痛かったですよ。あ、痛くなかった。どっちや。はい、そんな牧子がお届けしますよ、はい、よろしくお願いします、うん、今日はですね、ちょっとウィーンから離れてですね。あ、そうなの。はい、ウィーンから車で、まあ、3時間ぐらいのところに行った、うん、まあ、ザルツブルクとウィーンの間ぐらいにですね、こう丘陵地帯が、お山もあって湖もあって、丘陵地帯ってハイジみたいなイメージのこう地帯がある、こうエリアがあるんですけれども、うん、その中のバート・イシュルというところに、まあ、ちょっと去年の話になるんですけれども、うん、行ってきてた話をしようと思うんですね、はいはい。ここはオーストリアでも最古の温泉が出る町、うん、温泉なんですね。でも道永さん、温泉街って言っても熱海とか、うん、草津とかっていうのとちょっと違って頭の中見えちゃったよ。そうでしょ。温泉街か、浴衣着てとかじゃないんですよ。あ、そうなんだ。そうそう、ご存知かもしれないんですけど、ほらヨーロッパの温泉ってこう日本みたいにこうほらタオル頭に乗っけていい湯だな、いい湯だなじゃなくて、そうだ、ね、皆さん水着を着て、ね、ファミリーとか恋人同士とかで行く、ジャグジーとかがある温泉でしょ。そうだ、そうそうそう、このね、バート・イシュルもそういう感じなんですね。しかもね、温泉水が飲めるんですよ。飲んだことあるんですけど、まずいの。あ、なんか、まあ、どんな感じ、例えると。あ、味忘れちゃったんですけど、そんなに10年ぐらい前、飲んだの10年ぐらい前だから。あ、でも匂いとか結構 ねあるんだよね。なんかちょっと生ぬるかったんで、あ、これは体にいいんだろうな、でもまずいみたいな。療薬なんとかってね、言うけどね。そうそうそう、そういうね、でもね、すごくこう、小さなトラウン川とイシュル川っていう川が流れていて、すごく可愛い、こうなんていうのかな、町なんですけれども、うんうん、なんでここが有名かっていうと、うん、カイザービラといって、うん、ちょっとこのね、お写真をじゃあまず、YouTube を見てる方には見せていただきたいんですけど、うん、これを見ただけで分かる方がいるかもしれないですね。あね、このフランツ・ヨーゼフ皇帝と、シシ・エリザベート皇后が、ちょっとニューストリームにすごい映ってる、映ってますかね、はい、じゃああとは YouTube の方にね、はい、そうそうそう、はい、このお二人が住んでたところなんですね。で、この、フランツ・ヨーゼフ皇帝 の、まあ、別荘、夏の避暑地として使っていたカイザービラというのがあって、そこにまだその、皇帝とシシのひ孫という方が住んでらっしゃるんですね。え、今？そう、今も。そう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 、そうなんですよ。このご夫妻、皇帝ご夫妻の、お嬢さんの孫、マルコス・サルバトール・ハプスブルグ・ロートリンゲン最高殿下と呼んでますが、すごく言えるね。そう、早口言葉練習してきました。なんかでもそれ前にも一回お話ししてくださったね。そうそう、ちらっとね、お話ししたことあるんですけれども、うん、それでまあ、この、マルコス・サルバトール・ハプスブルグ・ロートリンゲン太后殿下が、うん、私のウィーン のイケメンの、ね、友人のお父さんとすごく仲がいいんですよ。あら、
そう、なので結構近いね、近いところなのね。いや、あのね、これびっくりしちゃうんですけど、うん、案外そのほら日本で住んでると、その例えば徳川家とか、うん、なんかその皇室とかってすごい雲の上の存在っていう感じがするじゃないですか。すでも案外このウィーンとかに行くと、あ、僕誰々と知り合いとかね、あ、うちおばあちゃんが仲良しとかね、結構身近にあるんだなっていうのを感じるんですよね。だからさ、それだけ文化とか歴史っていうのが自分たちの身の回りにいつもこう意識してるところにあるのかもしれない。だからですね、そうやって舞踏会を思い出してね、毎年確かに確かに行ったりさ、そういう機会日本ってあんまりないでしょ。歴史は歴史、今は今みたいな感じになっちゃってるところはあるかなって気がしますよね。で、まあ、このカイザービラにね、訪問させていただいて、そのマルコス殿下が直々にご案内くださったんですね。そうそう、それでね、もうそのカイザービラってその別荘、皇帝が住んでた別荘の中、なんか狩りがお好きだったようで、皇帝は。このフランツヨーゼフ皇帝っていうのはハプスブルグ帝国が終わった時の最後の皇帝だったんですけれども、まあ、とにかく狩りがお好きだったようで、入るとね、もう鹿の角が何百個って壁にわーって、ちょっとそれでギョッとしちゃうんですけれども、すごいです。これ夜来たら怖いなみたいな。あとなんかいろんなその鳥とかの剥製とかもわーって飾ってあるし、そうそう、あと女性的にはね、やっぱりこのエリザベート皇后の着ていたドレスが展示されたりしてるので、あ、これかみたいな。なんかね、エリザベートっていう名前をすごく聞いたことがあるなと思って、なんか違ったらごめんね、宝塚とかで、そう、宝塚でもやってるし、そうミュージカルにもなってるし、映画にもなってるし、そうですそうです、そっかそっか。だから日本でもすごくね、ファンの方多いですね。マリー・アントワネットかこのエリザベートかっていうハプスブルグ家のね。でそのウエスト50何センチだったって言われているさっきです思ったね、そうそう、その実際のドレスが展示されていたり、あとはどんなだった、本当にキューって細いの、うん、細かった私着れないな無理だなっちゃった、すごい。あとはその暗殺されてるんですね、シジーというのは、でその暗殺されて、その亡くなった時の枕とかが、ちょっともうガラス越しなんですけれどもね、展示されてるので、うわー、ここで亡くなっ、この枕で亡くなったのかみたいなね。でもね、それも歴史だもんね。そうあったことだからね。そうなんですよね。そこも含めてだもんね。そうなんですよね。じゃあですね、ちょっとここで、この、バートイシュルという町はですね、オペレッタ作曲家のレハール、フランツ・レハールという方が晩年住んでいたというところでですね、レハールっていうのはメリー・ウィドって聞いたことあります？オペレッタ。わかんないな。あ、聞けばわかるかもしれない。ちょっとその曲をですね、ここで流してみたいと思います。メリーウィドウを、ね、聞いていただきました。そのカイザービラの話なんですけれどもね、何がこのカイザービラの一番のなんていうのかな、こう人々の心を打つかっていうと、第一次世界大戦が、勃発になった、まあ、サラエボ事件とかいろいろあるんですけれども、1914年、ね、その1914年の、第一次世界大戦の引き が開始になる、そのセルビアへの宣戦布告に署名したのがこのカイザービラだったんですね。その執務室っていうのももちろん残っていて、ここで歴史が動いたのかっていう、この部屋で歴史が動いたのねっていう、すごいね。なんかね、本当にだからその、まあ、そのシシーの着ていた服もそうだし、その署名した執務室の机もあるし、ペンとかも残ってるし、なんか本当にね、そのさっきミチーナさんも言ってましたけれども、その歴史とかってほら、ね、
高校の時に世界史習いました、うん、ハプスブルグ帝国千何百何年から1916年、18年かな、うん、って習うんだけど、それではい終わりじゃなくて、やっぱりそれが現代の私たちのこの目の前にもつながってきてるんだって思って、うん、そうそうそう、なんか当たり前のことなんですけれども、うん、すごく実感しちゃったんですよね。大事なことよね。ね、やっぱり。ね、なんかすごくね、だからこうちょっとタイムスリップしたような不思議な感覚を覚える、感じですね。面白い。歴史から入るのでも面白い。うん、そういうの知るとまた興味の深さが変わっていくわ。そうそうそう、だから歴史って年号ってね、いい国じゃないんだ。いい箱作ろうより源頼朝と思って年号から入るんじゃなくて。あったね。そうそうそう。今いい国じゃないんですよね。いい箱なんですよね。そうなんだよね。だから年号で覚えるのが歴史じゃなくって、やっぱり人々が生きてここでこういうことがあったから戦争が起きて今があるみたいなので、なんかこうちょっと感じちゃったっていうね。素晴らしい。伝えましょう。そうなんですよね。でそれをやっぱりそのフランツ・ヨーゼフ皇帝、それからシシーのその子孫としてね、私たちにこう伝えてくださっているそのマルコス・サルバトール・ハプスブルク・ロート人間太后でっていうの、その方もね、多分そういうことをあの私たちに、ね、伝えていこうと、してこ の, あの博物館にもなってるんですけども、をされてるんじゃないかなと。ね、マキコのコーナー本当にいつも勉強になる。いやいやいや、楽しく勉強になるの、うん、これがいい。そうですかね。またぜひお届けしてください、はい、ね、そんなお話を今日は、はい、お届けいたしました。それでは舞踏会への案内所、今月はここまで。あなたは今日雨の中誰とワルツを踊りますか。私はいつかこの、皇帝が住んでいたところで踊ってみたいと思います。黒沼彦でした。アピレゼン。パーフェクト。パーフェクト。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。次ゲーム入ります。毎日がウェディング。目指せキラキラライフ。プリンセスからビジネススタイルまで、女性の見た目をプロデュース。キラキラ隊長の夢はみんなを笑顔にすること。出会いに感謝の毎日、その中でもなおがゾッコンになった素敵な方をゲストにお迎えして、ここだけの秘密の話聞いちゃいましょう。はい、始まりました。はい。ちょっとあの演歌歌手クイズしたらどうでしょうか。聞いてました。聞いてました。聞いてました。あれ、ね、うん、素敵なゲストとか言いながら、うん、今日は、はい、なおがゲストです、はい、すごいな、自分呼んじゃうっていう。今日はね、ちいちゃんも一緒にお届けをします。よろしくお願いします。ちいちゃん同い年だもんね。そう、あ、オッケー。カミングアウト。それカミングアウトじゃない、隠してないもん。そうだね、全然隠す年齢じゃないもんね。私たち失礼しました。2対1だ。そうだね。はい、今日もじゃあキラキラお届けしましょう、はいはい、うん、今日はね、あのちょっとメディアについて、おガチトーク、あ、ガチトークってちょっと分かります。いいよいいよ、分かるさ。おじいちゃんおばあちゃんじゃない。関西弁なんかなと思いまして。そうなの、ガチでとか、ガチって若者用語かと。あ、なるほど、うん、そういうくくりですね。なでしこ学的にはないわね、ガチはね。そうですね、ガッツリガッツリなんか、うん、いいじゃない、いいじゃない、いいですね、うん、そう、あの先日ですね、私、うん、あのまあ最近は電車をよく使うんですけど、うん、あの節約も兼ねてね、うん、ですごい歩くのが好きで、うん、で東京って便利じゃないですか、アクセスが。そうね、本当にこう慣れのように地下鉄になるか、なりました、うん、ただまあ、 あのちょっと関西帰って、あの新幹線戻った時は、まあ、ちょっと贅沢してね、うん、品川からタクシーに乗るんですよ。でその時に、まあ、結構夜遅う、うん、で乗ったタクシーの中で私の大好きな歌声が聞こえてきまして、うーん、でなんか聞き耳立ててたら、聖子ちゃん。そうだったね。
かってて、それでね、なんかすごい小さくしてはるんですよ、気使って、うん、あの運転さんがね、そうそう、タクシーは ね、 ね、 そうよね、うん、で、好き嫌いもあるじゃないですか、そうそうそう、ね、そうで、あの、まあ、私ちょっと聞いてたら、まあ、MC、うん、まあ、紹介されてる方がいて曲がかかってたんですけど、あの、まあ、2曲目ぐらいの時にちょっと勇気を出して聴きたくなっちゃって、もっと、うん、運転さん、これあのもうちょっと大きくしてもらっていいですかって言ったら、あ、すごい嬉しそうにね、あ、いいですよ、でこれ誰の番組なんですかって言ったら、うんうんうん、聖子さんの番組です。あら、そう、で、ごめんなさい、AM なんですけどねAM じゃないからいいかな同じメディアパサランドね、そこでね、そうそう、あの、いや、結構じゃあラジオ番組持たれてるんだと思って、で、その時になんで聖子さんって分からなかったかっていうと、うん、MC のね、声が全然歌声と違うんですよ。あ、しかもあのテレビで聞くあの聖子ちゃんのあのトーンとも違うの。なんか分かんのかな、で、なんかその時に語ってたのもなんか素な感じのことを語っていらっしゃいまして、聖子様、うん、で、まあ、ほら今いろいろね、あの娘様の大好きな私、うん、さやかちゃんさやかちゃんも好きなんだ、好き、親子ともども好きなんですよ、ね、好きなものがあるってそうそうそう、小学校の頃から好きだから、あ、そう、そうだよね、世界だもんね、うん、じゃあ何が痛かったかというと、うん、なんかこういうテレビじゃないこうラジオの良さっていうのが、うん、あ、ここにあるねんなって思ったんですよ、うん、なるほどね、関西弁で言ってしまって、いいよいいよ、大好き、本当、なおの関西弁好き、本当、うん、嬉しい、ね、で、ちょっとずつ許可をおかみにあ、ぐちょっと迷ってたんです、たまにやったらええでって感じですですね、忘れた頃にね、形でね、はい、これして、あ、でもそういう聞き方とか見方を最近そうするようになったんですよね、なお自身ね、でもなんかその時に、うん、まあ、聖子さんが、あの、私の今一番本当に好きな曲、うん、紹介したい曲がこの曲ですって言った曲が、まあ、今を愛したいっていう、うん、なんかこう56歳かな、聖子さんが、あ、もうそんなになるの、聖子ちゃんってあえて言いたいけど、うん、あ、ちーちゃんごめんね、存在忘れてたちょっと多分こう横向いたやっぱりそういう、やっぱり聖子ちゃんとかが好きな世代、聖子ちゃんも好き嫌いね、当時は別れてたけど、あ、もうアンチ派もいたいた、ね、女の子に嫌われてたじゃないですか、うん、そうなのよ、ね、やきもちだよ ね、 よね、うん、私はもう昔から小学校6年生の卒業式にも聖子ちゃんカットだ、うん、私も、へー、本当ですか、私はそこまではしなかった、あきなちゃん派どっちかというと、あ、やっぱりいたよね、ね、なんかこういう話題にもなる、うん、なんかそういうね、やっぱりこう、ね、私たちもいつかそういう人になりたいですよね、うん、あの時になんか言ってたなって、ちょっとほらね、うん、お会いしたことない人でもなんかそこでなんかこう話が広がるみたいな存在になれたらいいなと思って、今メディアってのは頑張りたいなと思ってます。うん、素晴らしいね、はい、うん、あとですね、うん、あ、で今日何分まででしたっけ54、あ、55じゃないですね、楽しいね、わかりました。でね、あの、あと私最近そのメディアについて、そのさっきね、うん、あの言っていただいたように、うん、目線が変わってきたと思うんですけど、あ、そうそう、そう思ったよ、そうでね、まあ、テレビ今度見てて、うん、あの夜中に、あ、夜中じゃないかな、真夜中の仕事の、うん、っていうなんかやってたんですよ、深夜の番組って結構面白いよ、ね、面白いの、ね、うん、でね、真夜中に仕事をしてる人にこうスポット当ててやったんですけど、うん、まあ、例えばあの和光さん銀座の、うん、あそこのなんかディスプレイ、あ、あれが夜中に達人たちがもうすごい時間かけて、そりゃそうだよね、そう、うん、昼間はみんな、ね、昼間多いから、ね、でも本当はね、銀座の顔的な感じじゃないですか、うん、その時はなんか母の日のね、なんかカーネーション、ビッグカーネーションがあって、うん、でお母さんとお嬢さんってマネキンが設定で、うん、その人の位置だけでも1時間以上かけてその、お花の位置とか、いやいや、マネキンの位置、あ、マネキンの位置とか、うん、それをされてて、そんなに変わるもんなのかね、でも違うもん、うん、
違うこだわりがあるのあるのかも。ライトもそれこそなんか緑に最終は落ち着くんですけど、赤いカーネーションに最初はピンクのライト当てて、でやっぱ緑にした途端ね全然変わるし、まあ、その流れでね私すごい感動したのが、まあ、そこも感動したんですけど、あの U パックね、あれのほら、なんていうんですか、分類配送のセンターみたいな、そうそうそう、東京の真夜中の、ああそう、すんごいすんごいやってすごい、すごいすごいね、なでしこ先生チェック入りますよ、チェック入りますよ、すごい、量の中を、本当にまあある程度は機械ね、あの分裂してくれるんですけど、それ以外のも全部人の手でね、あやるの、やるの見たことないもん、字が読み込めないとかっていうのも全部ね、エラーに出ちゃうから、それを人の手でやり直すんですよね。あ最後は、そう、知らなかった。それを、まあ、パッと見た瞬間にパッと仕分けするわけですよ。あその専門の人が、もうその係の人が、はい、パッとパッと瞬間にパン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 ちょっと食い気味だでもそのぐらいパッとなんだね。いや本当にでもなんていうの、職人技、すごい、まあ、最初は荷物持てなかった若い男の子が、もうムキムキになって、お米ね何十キロとかもかかって送りますみたいな。でそれをなんかこう全部映してるんですよ、カメラに。でそのカメラを監視してる人がいて、で服装なんかね、番号でなんか、あれなんていうのかな、振り分けられてて、人が、ナンバーは誰々さんっていう、でそれ全部分かってる。やっぱりどこにもそういうプロフェッショナルな人っているんだね。でこの人こういう動きをするとか全部分かってる、分かってる。わあすごい。で放送でちょっと例えばこう行き詰まるセクションがあると、ハイナンバーの何々さんこちらのセクションに行ってくださいって言って言うのね。すごいね。しかも服とかで覚えてるんだよ、この人はいつもこの服を着ているからって。もう何百人とかいるわけでしょ、何百人かられても全然分かんないけど、それを見てしている方で、そうするとやっぱ頑張るじゃない、見られてるから。そうだよね、認められるってやっぱり、ね、すごいモチベーションになるもんね。それが朝方になるともうすっきりして、皆さんのお手元に荷物が届くっていう ね。なんかいつも当たり前に受け取ってるあの U パックの荷物が、あこういう皆さん手を通して届いてるんだなって、みんなに目を運んでる、ハッピーを運んでる仕事をされてるんだなっていうところにスポット当ててる番組が、めっちゃいいやんと思って、だからなんかもう不倫だのどうなんね、もうどうでもええやんっていう、まあ、お腹いっぱいな感じもね、が多い中、そうだね、本当に伝えてほしいことってやっぱりもっともっとあるもんね。そうなんですよ、それを私はですね、はい、この場を借りて今ね発信していきたいと思いますので。いいじゃない、はい、ね、そういうことでですね、行きましょうか。そういうことで言いましたワンポイント胸キュン情報、素敵なことがいっぱいあるんだから聞いて聞いて、聞く聞くありがとう今日ちょっとすみません、あごめんなさい、はい、関西弁が多かったかしら。そうですね、ちょっとそこのバランスをね、はい、今からちょっとずつ調整しますか。調整させていただきたいと思います。ファイトファイトファイト、ということでということでですね、もう多いねいいよ、なおらしくてありがとうございます。今日はね、メガネかけてるんですよ、はい、いつもと違う。そうなんです、私実はメガネコレクターでして、あのコンタクトレンズしてるんでね、レンズ自体はまあ何ですか、フィルターみたいな、私ちょっと実はシャイなんで、いやみんなブブブって言うけど実はね、メガネの人ってそういう人多いとかって、サングラスの人が大体ほらね、なんかタレントさんでもなんか、昔で松山千春さんとか、シャイな人はちょっとね、面々をね、そうそうそうね、まあそういう意味もあるんですけど、まあ何よりおしゃれに見えるじゃないですか、っていうのですごくしてるんですけど、あとですね、私結構この時計、あ、かわいい、この時計はね、あのおかみにもね、あの不思議の国のアリスみたいなね、あ、うさぎさんがしてた、そうなの、ね、そう、ちょっとピンクがかってる、ね、なんていうのかな、まあ、でも大人仕様な、あの鏡なのっていう、あのブランドなんですけど、ちょっとフランクミラー的な大きなあの文字なので見やすいし、フランクミラーさんの何分の1や何十分の1よっていう、こんなお値段もね、あ、お手頃なの、お手頃なの、
でもね、さっきあのクローネさんと、うん、ね、してたらね、女の子好きだね、やっぱそういうお話はね、可愛いね、なんか、うん、そしてフランク三浦、うん、またすごいの来たっていう時計があるらしい。あ、そうなんだ、すごいなね。なおのコーナー聞くと、そういう情報もね、はい、キャッチできるので、ね、織り交ぜて、はい、やりたいと思いますので、いいね、そういう場所とおしゃれ。そうすると、なんかそれで会話、うん、会話になるじゃないですか。なるほど、うん、っていうのもね、うん、なんかこう社員の私としてはおすすめです。いいじゃんいいじゃん、何でもいいか自分の好きなものを身につけると会話にもつながるんでね、ねちえちゃん、はい。というじゃあ締めましょうかね。はい、ということでなおのコーナーでした。はい、ありがとうございました。ありがとう。テレビの番組深夜見てた。あ、本当ですか。いいよね。いいっすよね。入りますよ。クリストルのサポートチーム、日本映画の宣伝を行く松竹映画宣伝部、ゼロワンプロジェクトは保護犬の応援隊、クリスタルでは番組で情報を発信するコンシェルジュさんを募集しています。詳細お問い合わせはカタカナでクリスタルレインボークラブ .com、またはフェイスブックのクリスタルレインボークラブページをご覧ください。はい、ということでね、本日もクリスタル情報局をお届けしてまいりたいと思いますが、まずはちいちゃん、はい、なんと言いましても6月1日は何の日だっけ、スペシャルライブです。そうでございます。クリスタル初のお寺ライブだよね。ね、楽しみですよね。あのね、この間大神がフェイスブックでいいこと書いてた。クリスタルのライブってね、はい、やっぱりね、皆さんに感謝をする日なんだよね。本当にありがとうを伝える日、そしてクリスタルの思いをやっぱりね、一人も多くの人にお届けする日なので、ぜひ皆さん参加してほしい、ね、たくさんの方に来ていただきたいですよね。毎回毎回ね、素敵なミュージシャン、今日後で出てくださるけど、ゴートザリバーもね、参加してくださるし、いつもいつもクリスタルがご必死しているミュージシャンたちをお招きして、素敵なライブもアリーノ、アリーノ、あ、ちいちゃんまだそうだよね、知らないんだよね、知らないです、秘密知りたいです。私も教えてもらえないんだよね。何をやるのか当日まで分かんないっていうね、続きは来ていただいてって感じですね。そうなんです、いろいろ趣向を凝らしたね、あの狼の飛び道具がいっぱい出てきますので、はい、そういったあのお楽しみも盛りだくさんでお届けしてまいりますので、はい、クリスタルに参加しているメンバーに一声お声かけくださるもよし、公式 Facebook、 そしてホームページからお申し込みをいただくもよし、まだまだ参加募集しておりますのでね、はい、ぜひ皆様いらしてください。お越しください。はい、都営浅草線です。泉岳寺駅という駅がありまして、そちらから歩いてね、たぶん1分かからない。そうですね、すぐですね。もうそう、出て上がったらひゅってすぐの場所にあります、道寺さんというね、道に往復の音と書いて道寺さんというお寺さんでやらせていただきます。ぜひ詳しくは Facebook のイベントもご覧いただけたらと思います。さあ、そしてなでしこインフォメーション取得、なでしこです、ね、決まったでしょ、今回早く意外と早く決まった実はね、7月もうっすら決まってるんですよね。あ、すごいじゃない。決めてなかったんですけどね、オオカミが勝手に告知をしていらしてそういうとこある、まあとりあえず7月を見ておいて、6月は手拭いの話をします。あ、いいね、ちょっと使い方と、あのアレンジの仕方をやらせていただきます。手ぬぐいっていうと、ほら、あの布巾でしか私使ったことないもんね。あ、ねちに鉢巻き、ねちね、あ、そうじゃなくてどこ行ってもあります、あります、やりませんよ、ねちこではそうだよね。え、それ以外使い方ってあるの？ありますよ、布巾とねじり鉢巻きだと。なんか頭につけるのは女性だったらねじり鉢巻きよりか姉さんかぶりっていうのね、三社祭りとかでこうやってやってるやつ、あれまたちょっと違う、あ、違う全然わかんない。そういうわからない人のためにね、ぜひ楽しい講座になってます。7月は何、どこ見たらわかんの、そのもしかしたら、ま、内緒です。あ、内緒なんだ、告知してるくせに楽しみだね、はい、なでしこがやっぱり普段触れてない、さっきマヒコのコーナーでもお話があったけど、やっぱり日本のね、本当に古き良き文化に触れたり歴史に触れたりっていうことを学びながらの講座なので、そう、ぜひ皆さんこちらも渋谷の開運おもてなしサロンで、第2土曜日ですね、はい、午前11時から始まって、あのやっておりますので、ぜひご参加ください。その後には大岡のね、自分限りの講座もやってますから、
はい、ここは一日お楽しみがいただけますので、ぜひいらしてください。クリスタル情報局でした。